人間喜劇はフランスの文学者オノレド・バルザックの作品群の総称。人間喜劇の構想はバルザックによって1842年に初めて発表された。構想自体は1830年代頃からあったらしい。1834年に彼はその著作全体を 中級世紀風俗研究、哲学的研究、分析的研究に分けて体系化することを考え始め、そして同年に執筆を開始したゴリオヤさんにおいて講述する人物再登場情報を用い始めている。その後、1846年にはエポックの当初の構想に変更を加え、執筆予定作品を含めた人間喜劇の相対形を発表した。 しかし、1850年に、バルザックが死去したことで結局、人間喜劇を集結させることはできず、執筆予定作品も50作品余りが残った。人間喜劇に属する作品は、A の作品の脇役が B の作品の主人公になる、といった、人物再登情報と呼ばれる手法を用いて、相互に関係づけられている。それによって、あらゆる階層、 あらゆる人間を描いて19世紀のフランス社会を壮大に映し出している。作品は細かく分類、整理されており、具体的には、風俗研究、哲学的研究、分析的研究の3つに分類されている。私生活風景、地方生活風景、パリ生活風景、政治生活風景、軍隊生活風景、田園生活風景。ありがとうございます。